から現代に至る日本の美術の流れを、約100年間を通して体験できるというところになります。普段は5時ですとか6時に閉まってしまう美術館ではあるんですけれども、夜が長いこの時期にナイトタイムの過ごし方ということで、新しい生活スタイルのご提案をさせていただきたいと思っております。皇居が目の前にある立地ということになりますので、またアクセスが良い東京駅からも近いということから、皇居散策のと一緒に訪れていただけると大変嬉しいかと思います。